もうすっかり夏の気温ですよ。まだ5月の頭なのにね。もう中旬か。さあ今回は珍しくというか、ほぼ3年前に一番最初にルカコを買った時にルカコの紹介みたいのを軽くやったと思うんですけど、あの時ってまだ買ったばっかりで全然俺も分かってない状態だったし、まあ、特に何にもパーツも交換自分ではしてなくて勝手出しの状態でした。なんでね、3年ぐらい経ったんで俺もこの子のことを少しずつ修理するうちにいろいろと、ああこここんなん使ってたんだとか分かってきたんでね、今回は改めてルカコの紹介をしていきたいなと思います。まず普通であれば内装からいくと思うんですけど、特にねこの子メーターも純正、MFD も純正、まあ、カーロケついてるぐらい、あとこのアルビットがついてるぐらいで、あとは基本的にはこれも張り替えたりはしたけど、基本的にはほぼ純正なんで、あペダルも純正流用だから、まあ純正だよね。なんで内装はね本当紹介することがありません。 MFD とか気になるかな、操作方法とか何が表示されるのとか。改めてでも上がってるもんね動画、いいよね。よし、じゃあもう外装行こう。外装、外装もね特筆すべき場所は特にないんですけど、ここ最近変えたのがこのステーね。これがなんだっけな、スーベリアのカーボンハイマウントステー。これはすごい納期かかります。半年以上待ちました。まあ、ただねやっぱりこの多分何回も言ってると思うんだけど、この後ろに1センチマウントオフセットして高さが何センチ上がってんだっけな、まあ、結構上がってるんですよ。8か9センチぐらいでね、後方視界もやっぱり良くなるんで、かつあんまり崩れないんですよね、スタイルが純正っぽいんで。なんで非常にいいと思います。で、こいつリア、これなんて言うんだろうね、リアアンダースポイラーとか日本語だとそうなのかな、もうつけました。ちょっとね若干色が、まあこれ自分で塗ってるんで若干色が合ってないような気もするんですけど、曇りの日だとちょっと違います。ただ晴れの日、今とか分かんないし、夜もまあ分かりません。そんな感じですね。これもねやっぱりハイマウントつけちゃうと腰高になっちゃうんで、ケツだけは落としてあげたい。でこいつをつけるとこの真ん中にね、このサイドスカートの下にもねエクステンションつけたくなっちゃうんですけど、ハイツをつけるとコインパーキングはもう無理だし、あのフラップ板が当たってバリってなっちゃうし、ジャッキがねまず入んないんですよ。あいつ入れるとここの高さがもうなくなっちゃって、なんでねちょっとスタイル的には断然あっちの方あった方がかっこいいとは思うんですけど、ユーザビリティがあまりにも損なわれちゃうと思うんで、まだつけてません。はい、じゃあ次ホイール行こうか。ホイールこの間買えたばっか T37SL18 インチの 10.5J プラス15セットです。まあこいつはねもうずっとつけたかったホイールで、買った時はねちょっとまた違うホイールだったんですけど、欲しかったのは、まあ、見てる間にやっぱりこのなんというのかな、このシンプルさの中にある美しさというのか、シンプルさゆえのかっこよさみたいなのに惹かれてしまってこいつをつけてしまいました。でタイヤはねミシュランのパイロットスポーツ4、サイズが265の35 18インチです。もうねミシュランもねこういうところに、わかるかな、ミシュランマンがいるんですよね。ああ手込んでんなと思って、ミシュランマン、俺の友達にあのタイヤマンとミシュランマンをの中の人がいるんですけど、まあね、彼ほんとビジュアルがこういう感じなんで、結構前にライボ買ってうちの動画にも一回出てきてるんですけど、あの人ミシュランマンなんですよ。で話それちゃったけど、まあパイロットスポーツはね必要十分、雨の日のグリップ力は全然限界遠いし、普通に走ってる分にも
っていうか普通に法定速度で公道を走るんであればもうオーバースペックすぎます。軽いサーキットぐらいならいけるんじゃないかなっていうぐらいの実力があると思います。まあちょっと詳しいことはタイヤレビュー動画上げるんで、そいつをぜひ参考にしてください。あれで、また TA37SL に戻るんですけど、これね軽いんですよね、本当に軽いし、これ4本なんですけど1本バランス取らなくてもバランスが出ちゃったやつがあって、基本的にほぼバランスついてない。これが多分ね一番バランスついてるやつで、これだけ非常にバランスいいです。素晴らしい、えらい。さあじゃあ次行こうか。次なんだろうな、マフラーはなんだかんだ言って変えてません。 NE1、 これはニスモのヴェルディナ NE1 っていうやつで、フロントパイプからここまで全部一体型のやつなんですよね。それゆえに変えるのがすげえ面倒くさいしコストがかかるっていう、そろそろ変えたいんですけどね、なかなかそうもいかないみたいで変えます。はい、マフラーね、まあ悪くないですよ。抜けも別に悪くないし、そこそこのパワーまで多分対応してると思うんで、物としては悪くないです。ですごい静かです。もうプリウスもうびっくりしちゃうんじゃないかな、この音聞いたら。そんくらい静かですね。そう、今ねやっぱり静かなんですよ、非常に。この子なんか GTR らしからぬ静かさ、ちょっとそこが不満ですね。あとなんだろう、もうエンジンルーム入りますよ。じゃあさあエンジンルームはねすごいんですよ。ちょっと最後に紹介したいと思うんですけど、で今思い出したんですけど、サスね、足回りオーリンズのなんだっけ DVF が入ってます。確か DVF だった気がする。あ、非常にいいですよこれ。減衰調整である程度締まりますし、街走っててもそんなにガチガチって感じにもならないし、まあ、純正と比べりゃ硬いんですけど、街乗り多くてサーキットもちょっと走るようぐらいの人だったら全然これでいいと思います。さすがにオーリンズだなっていうだけあります。ただ最近あれつけたいんですよ、あのテインのくるくるつけるとなるとやっぱテインに変えなきゃいけないのかなと思って、ちょっと最近悩んでます。エアクリはニスモのエアフィルターが入ってます。交換時期メンテナンス時期は未定です。であとなんかやったっけな、あとはね、そう、あの最初も言ったと思うんですけど、元からニスモのスポーツリセッティングっていうのが施工されてるみたいで、エアフィルターとさっき紹介したマフラー NE1 と、まあ、本当はプラグもニスモの7番に変えてるらしいんですけど、この間イリトップの7にもう変えちゃったんですけど、あと ECU が ECU、エアクリ、プラグ、マフラーでフルセットらしいんですよ。それを変えて4つかニスモのスポーツリセッティングってやってたらしいんですけど、まあ、それでだいたい350から400馬力ぐらいになるみたいです。でこの子は一応買った時にその車種台のシートデータシートもらったんですけど、まあ約400ぐらいですね現状でパワー。ただ俺ね見つけちゃったんですよこの間、このエンジンノーマルなんですよエンジンは。ただ割といいんですよ、すごい乗り心地、パワーフィーリング、吹き上がり、なんかノーマルっぽくないなと思ってて、この間見つけちゃって、あこいつがついてるから調子いいんだなっていうパーツを見つけちゃったんです。今回初紹介します、これですね、これ SPL パーツ、パワーネオジウムやべ、こんなことやったら俺オカルト信じてるって思われちゃうな。そう、これパワーネオジウムどこについてるかっていうと、フュエルフィルターの下で、フュエルタンクから来てフュエルフィルター通ってそのエンジンにつながるホースに巻いてあるんですよ、このパワーネオ。こいつ SPL パーツだなと思って、やめよう、こんなことやってるとマジでオカルトだと思われる。そう、そんなのがついてるのをこの間発見しちゃってね。あとはもう本当何もやってないです、エンジンも何もやってないです、タービンもノーマル、
もうツイッター見てると皆さんすごいよね。タービン変えてエンジンがっつりやって、一回ちょっと隣に乗せてもらいたいぐらいですね。あ、であれか、ライトのハイビームだけ LED に変えてあります。ほんとそんなとこかな。以上で、また戻ると、あー映んないな。一応ブレーキホースだけニスモのメッシュに4箇所とも変わってて、あとクラッチも見えないんですけどクラッチもニスモのカッパーミックスのシングル、これがだいたい400から450って言ってたっけな。だから多分今もう限界、キャパこれ以上いったらちょっと滑っちゃうよぐらいのキャパのクラッチがついてるみたいですね。でもきっとニスモと相談してつけたと思うんで、まあ、問題はないとは思うんですよ多分ね。そんなところですかね。あとなんかあるかな。ないね。終わり。そんなところですね。さあ戻ってきました。じゃあ最後ちょっと需要あるか分かんないんですけど、一応 MFD 関係見ときます、せっかくなんで。まあ、グランツーとか、あれ今グランツースポーツって MFD ちゃんと動くのかな。6までは動かなかった気がするけど、ちょっと暗くて見づらいね。まず嫌な習慣だね。まずここにね2つ表示できます、パラメーターをっていうモードと、全て表示できる、全てではないな、ある程度表示できるモードと、あとこのデータローが、グラフが表示できる、これ映ってる？大丈夫？モードの3つがあります。で、こことこの2つは表示する内容を自分で決められます。ここのセレクトから、あれ設定変更か、こんな感じで右左両方に何を割り当てるかをこの画面で設定すると、ここに設定できるんで、設定した項目を選ぶとこういう感じに表示することができます。こっちも同様ですね。はい。あとはレッドゾーンを決められる、この警告が出るんですよ、決めとくとね。今ブースト 0.95、 インジェクターはまあ100までいくでしょ、普通に100いっちゃって、100過ぎちゃったらもう壊れてもね。あとオイル温度、油温、水温、排気温とレッドゾーンが決められます。でもう一個シフトアップっていうのがあるんですけど、これはここのレブっていうところ赤く光るんですよ。今多分6700ぐらいに設定してあるんですけど、6700ぐらいにな以上になるとここが光る、でシフトアップしろよっていう、まあ、シフトアップインジケーターですねがあります。機能としてはこんな感じですね。で R ビット、これね便利なんですよ。こいつはなんかいろいろ表示できて、要は表示できる内容は日産コンサルトで読める内容が全部表示できます。今表示してるのが空燃費 O2-1、O2 センサー2とバッテリーとイグニッションセンサー、これなんだろうね、ちょっと分かんないんだけど。でこいつダイヤグ機能もついてて、ディーラーに持っていくとエンジン警告灯とかついた時に、というか警告灯がメーターに出た時に出るんですよ。出た時に日産に持っていくとなんか診断機みたいなのつけて見てくれると思うんですけど、最近ねそれ言ったらね3000円かかるようになりましたとか言って、1回見るのに、はあ、時代だなと思って、まあ、こいつをつけとけば一瞬で見れるんで、ここに出ます警告内容が。でまああといろいろ機能あるんですけど、基本的には全てこの中身をどう表示するかっていう機能ですね。基本的にこの6個を表示してますいつも。こういうのあると便利ですね。なんで基本的に追加メーターが必要ないんですけど、まあ、油圧ぐらいはやっぱりつけときたいなと思って。油圧はね怖いよね、いきなり一瞬落ちちゃうっていうのが。なんでねそこだけ今検討してます。普通に走る分にはいらないと思います本当に。
十分でしょ、これあれば、これこれもうここもあれば十分だと思います。はい、そんな感じですかね。うん、というわけでね、今回はルカ子の紹介を改めてしっかりやってみました。現状2019年5月の段階ではこんな感じになってます。これから GTR を買おうという方、これから GTR を買おうという方ね、まあ、ぜひ参考になってもらえればなと。あとはちょっと GTR 好きでゲーム中に MFD を再現しようとか思ってる方の参考になれば幸いです。さあ、じゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。じゃあお疲れした、バイバイ。But you gotta be there for me too.